こんにちは、ゆきななです。久しぶりの動画のアップになります。1本ね、上げてたんですけども、ちょっと作品が気にならないので、お蔵入りになりました。4月の末に大阪の方から、ここ徳島、徳島って四国にあるんですけども、四国4県の香川県のね、南に位置してるんですけれども、ここに引っ越してきました。まあ、主人はね、去年の夏に引っ越してここで働いてたんですけれども、私もまあ本格的にここに引っ越してきて暮らし始めました。で、言葉がね、アワ弁になります。まあ、どんどん外へ出てね、人のそのアワ弁になれようという計画でね、車も買ってもらって、いろいろとね、出かけてね、人のその、いろんな人とお話ししてね、アワ弁になれようかなと思ってるんですけど、引っ越しの荷物やっと収まったんで動画撮ろうかなと思って、さて何作ろうかなと思って、なかなかね勘が戻らないですね。作り始めるとね、あれ作ろう、次これ作ろうってなるんですけどね、なかなかね間が空くと難しいですけども、まあ生地も整理して、まあ、大阪にあった荷物もまとめてね、綺麗にボックスにまとめて、パッと開けたらパッとこれが出てきて、このねバラのね生地すごい素敵でしょう。2メートルほどの生地、全く手使って置いてて、私を使ってよみたいなねお声が聞こえたから、これを使ってあげようかなと思って、横にあったこの生地とすごい相性がいいし、でベースの生地、この生地、まあ並んでたんでね、まあ、運命だったのかなっていう感じですけど、この生地を使ってクッションカバー作っていこうかなと思います。では恒例の型紙から作っていきたいなと思います。まずね、これ一辺が18センチの正方形です。折り紙みたいにしてこなしております。はい、広げます。肩だけつけてるので、そして今度は三角形に折ります。部分にこうして折ります。で広げます。ではこの線をつなげていきます。はい、では対角線上に線が引けたら、この一つの正方形を見ていただいて、この大きな三角形が一つの型紙、そしてここの角とここの角に物差しを置いて、この手前の方の三角形にだけ線を引っ張ります。こんな感じで、そして型紙が1と、これが型紙が2になります。これとこれは生地が違いますが、型紙は同じなので2種類の型紙になります。この4箇所の正方形、同じように全部線を引きたいなと思います。はい、こんな感じで型紙が出来上がりました。生地は1、2、3、これが白っぽい生地ですね、ベースの生地。これが2種類ある生地のどちらかですね。私はこちらバラの方にしました。こっちはお花の生地で、こちらがストライプの生地、こんな感じで分けてます。で同じようにして引っ張って、こんな感じの風車みたいな形になります。この見本になる型紙と、もう一枚同じように作っていただいて、この型紙のこの1、2、厚紙に移して、こんな風にして切り離しました。これを。はい、では先ほどの3種類の生地を型紙通りに切りました。このバラの方が1番の型紙です。この2番の型紙は、このストライプの生地、このストライプの線がこういう風にして出て欲しかったので、バイアスに切ってます。そしてこの土台の白い布はこういう感じで切ってます。型紙二等辺三角形なので、裏表関係なく切っても大丈夫です。これもここ二等辺三角形なので、裏表関係なく切っていただいても大丈夫です。こことここつなぎます。はい、ではここからは手でつないでいこうかなと思います。茶色の糸でつないでいきます。間違えないようにね、こういう風にして型紙を見ながら並べてください。ではこれとこれを
つなごうかなと思います。では縫い始めはいつものように縫い針で返し縫いをしておきます。待ち針代わりに留めておきます。そしてこの一番端留めます。印のところを留めます。そして合わせて真ん中あたりを留めます。不安な方はあと2箇所ほど留めておきます。で指抜きをして針を押しながら縫っていきます。はい、全部つなぎました。きれいにここに幾何学的な模様ができて、このパターンすごく面白いなと思います。風が強くてね、ドアがパタンパタン揺れてますけれども、45センチのクッションにしたいので、ボーダーをそれを測ってつけていこうかなと思います。次に8センチ幅でボーダーを切ったので、この周囲につけていこうかなと思います。上下につけてから左右をつけたいなと思います。ボーダーのこの長さを測るときはこの中心で測ります。この端の方は少し伸びてしまっているのでね、この中心で測ります。ではボーダーを切りました。2枚ずつあります。では本体の上下に短い方をつけます。左右に長い方をつけたいなと思います。ではトップができたので、裏にキルト芯を貼って、その下に裏布、当て布ですけれども、これをしてミシンでキルティングをしていきたいなと思います。こんな風にしてミシンでキルティングをしました。表面は透明の糸を使って、裏は白糸を使いました。裏向けたらこんな感じで、それでキルティングされてもいいかなと思います。では周囲をきれいに切り落としていきます。はい、2枚とも三つ折りに縫えました。トップを置いて今縫ったところを中心に持ってきます。で端々を合わせてこんな感じ、中表にしてクッションカバーのここが合わせになります。合わせを作って周囲をぐるっと縫っていきたいなと思います。周囲が縫えました。ではこの角を切り落とします。ではひっくり返してみます。はい、ここでステッチをかけたいんですけども、40センチのクッションカバーに変更しようかなと思います。完成しました。結構思ったよりもピースが細かくて時間がかかりましたけれども、すごい配色も良くてすごい気に入ってます。このバラの生地ね、ずっと温めてたというかあったんですけれども、この生地と合わせることによってすごいシックな感じでね、いい感じにできたかなと思います。すごいお気に入りになりました。
そして最終的に40センチですね。ここステッチ内40センチのヌードクッションを使うクッションカバーになりました。裏はいつものようにこういう風にして10センチほど合わせを作って、そこからヌードクッションを入れる仕組みにしました。何もあえて何もつけなくしました。つけないことによってすごく頭とかに当てた時にこう違和感なく使えるので、こういう風な形にしました。ではヌードクッションを入れてみます。こんな感じです。40センチのヌードクッションですけれども、端から端まで45センチあるので縁取りができてすごいいい感じになったかなと思います。ちょっと寄ってみますね。すごいこのバラとこのチェックの配色がすごい気に入ってるんですけども、いかがでしょうか。ではこんな感じで完成しました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンをどうぞよろしくお願いいたします。